こんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。そしてマサトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいよいよ収穫です。我々は普通機械で買っちゃうんですけど、マリナオさんだけは手で買ってコンバインじゃダメなの手で収穫したいと思います。すごい蚊がいるので今日はハッカー持ってきました。どういう効果があるんですか？このハッカーの匂いが嫌いみたいです。でもあなたたち刺されないでしょ？おそらく前回ゼロです。私だけなのよ。効果は後ほど。それでは早速仕事したいと思います。はい。輪っかになってる部分にこの紐を通します。そうするとこれを強く縛れるんで、でこれをひっくり返して強く結んで後ろに回して、でここを少しねじって、で上から下へ入れてもらう。こういうふうに。そういえばもう、さすが。なんか自然的にこの役が私に回ってきましたけど、どうしてなんでしょうか。息を極まれない私に。よいしょ。乾きだ。手がダメなら首の方に。ってことは怖いよ。こないだ超かゆかったんだから、マジで。しかも私だけ。1 2 3 4。止まった。取った、取ったぞ。顔取りました。みんな無視です。何も言ってくれません。結局私が身代わりなんですよ。いいんですよ。誰も今日は相手にしてくれない。すごいエゴマの香りがする。すごいいる。左肩に止まってます。なんでそんなん来るんですか。蚊に聞いてくれそんなに行きます。ヨタヨタしてる。体感がないからさ。マリちゃんの方が多くないよいしょ。なんかナオちゃんのやつ花束贈呈みたいな感じだった。先週のやると取れます。花束みたいにしようかな今度は。さっきより軽い。少なかったのかな。止まってるから。大人気じゃないですか。ちょっとハッカーがなんか効力が薄れてきたかな。蚊にシュッて振りかけたらテューってなってた。参ったみたいな顔してたよ。ねえ、ド S でしょ。ねえ、そうかもしれない。ねえねえ、私がド M だからって。やだ、ちょっとちょっと、はい、見た今の。ちょっといじめられてる。ちょくちょくこれなんじゃないの。
もう一回かかってなかったんじゃない、もしかして。もうほとんどありません。いや、福島とかだとこう畑の周りにエゴマを植えて中にこう農作物を植えて寄せ付けないようにするって言われてたんですけど、秩父でやってみたらあのエゴマは食わないんだけどエゴマの下のミミズは食うみたいで、今その反対側に堆肥が積んであるんだけど、そこもすごい今イノシシの足跡がいっぱいあったんだけど、足跡でわかるのか。そうですね。暑いねえ、なんでみんな汗かかないの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。発火どうでした。刺された数言ってください。1、2、3、1、0ということで良かったんじゃないでしょうか。だって前回私5-5ぐらい6割カットされました。今回ほら蚊取り線香がなかった。そうですね、蚊取り線香なかった、ないのにですよ。次回は、はい、今収穫したやつを乾燥させるので、乾燥したやつを今度種落としします。もうほんとトントン叩いてバラ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 種落ちるんで、でこれを葉っぱと実をこう分けていく作業です。見てください、あの鳥、エゴマを目指して、あ、この電柱とかもいっぱいいるじゃないですか。ありますね。え、エゴマ食べに来てるの。エゴマ食べに来てるんですよ。器用に捕まってパチパチ取っていく。スズメですか。スズメとヒバっていう、あいつら賢いんですよ。なんて贅沢だ。エゴマはあの一粒に 40% 分ぐらい油脂があるんで高カロリー。スズメさんとかはあれ一粒で十分カロリーが取れるんで取りに。主食がエゴマってことですよね。贅沢な。贅沢ですよね。はい、ということで来月は種を取りましょう。収穫したエゴマの調整です。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。